その希望を持って羽柴秀吉を支える竹中半兵衛にはどうしても知りたいことがあった。それは戦国一の知者は誰なのかということ。試しに羽柴家の面々に意見を聞くも結論は出ない。そこで半兵衛は戦国一の知者を見定めるためのとある催しを思いつくのだった。戦国無双謎解き合戦。待たせたな。信長。来たか、十兵衛。行くぞ。乱世の断り。壊し尽くそうぞ。信長の道は俺が切り開く。準備はいいかな。僕の出す問題に張り切って答えてね。受けて立ちますよ先輩。簡単な問題は出してくれるなよ。ああ先に言っておくけど、成績が良くないと合格は上げられないからね。では最初の問題。信長様が親父殿と呼ぶ人は誰でしょう。逃がさん。何人も止められぬと知る。人の身に苦労でやろう。よう分かったな。わしが親父殿よ。正解。親父殿と呼ばれた道山様は信長様をうつけ殿と呼んでたよね。よし、この程度ならいけそうだ。それでは次の問題。名刀左文字を持っていた武将は誰かな。俺の刃から逃れられると思うな。左文字は世の愛刀、天下の覇者にふさわしき名刀よ。正解。今川義元さんでした。後に信長様の所有になるんだけどね。どんどん行くよ。斉藤家と織田家の縁組、信長様に輿入れしたお姫様は誰かな。輿は一瞬抗わない。諦めろ。失せるがいい。そう、私よ。情けはかけ。父上の言いつけであの人を見張るために。
正解、濃姫様です。誰かさんのせいで祝言は台無しだったな。簡単すぎるよ。もっと難しい問題はないのか。では次、光秀さんのおじさんは誰でしょう。おじさん以外の人を倒してね。尋常に勝負いたせ。正解、残りの武将も倒してね。敵将討ち取ったり。極めろ。逃がさん。突出するか。ならば討つ。お見事、光秀さんのおじさんは光康さんでした。あの時はごめんなさい。半兵衛殿に恨みはない。真に憎むべきだとする。見えた。もうよい、全て十兵衛に託そう。次は2問同時に出題するよ。よく聞いててね。信長様を邪魔する強い傭兵団がいるよね。その棟梁が誰かは知ってるかな。毛利元就さんにはたくさんの子孫がいるけど、お孫さんが誰かわかるかな。俺に用か。歓迎するぞ。かけぬ。ま、俺は有名だからな。その通り、俺が最下衆の棟梁よ。正解、最下孫一さんでした。彼は鉄砲の名手。狙撃には気をつけて。はい。怖そう。私のおじい様は毛利元就です。正解、毛利輝元くんだね。高本さんの後を継いで当主になったんだ。ここまでどれだけ正解できたかな。さあ、引き続き後半戦を始めるよ。次は仲間外れを探す問題だよ。一人だけ一人称が違います。誰でしょう。はい、では次の問題です。秀吉と一緒に砂又城を作った人は誰。敵だ。よし、ぶっ飛ばす。全て壊そう。いってえな、あったく。えって言ってんの俺だけなのか。うせるがいい。正解、美月でした。元気いっぱいの彼女らしい一人称だよね。その調子で策の成就に貢献してくれ。手加減しろってんだよ。これ以上俺を怒らせると血を見るね。おろいな。正解、三太夫さんは秀吉の兄貴分なんだ。あの城には僕も驚かされたな。じゃあ次行くよ。美の三人衆と呼ばれてる人を全員当ててね。三人のうち二人の名前はいわゆる豪だね。豪というのは出家後の名前ってことだよ。これは難問。身の丈が一番高いのは。よく見比べればわかるかな。この人のおじさんもかなり背が高いんだ。そういう家系なのかもしれないな。我は無双、すべてを壊し尽くす魔王よ。そ、一番背が高いのは私よ。文句ある。正解、瀬名さんでした。さすが巨漢の吉本さんの目いってところだね。降参だ。美の三人衆の安藤森成とはわしのことよ。素晴らしい立ち回りです。やられてしもうたか。
私が美の三人衆が一人、稲葉一徹だ。なかなかやりおる。我こそ美の三人衆の一人、宇治家牧前なり。任せておけ。正解。彼らはみんな斎藤家が滅んでも織田家に従って生き残ったんだよね。では次、将軍足利義昭様と一緒に戦ったことのない人って誰かわかる？それぞれの登場時期を思い出してみて。義昭様が活躍した頃にいなかったのは、さ、次も難問だよ。三好三人衆って誰だ？そうです、やすけは足利殿、知りません。見えた。正解。やすけさんが召し抱えられた頃、義昭様はすでに京を追放されてたからね。よくわかったな。この長安も三好三人衆の一人だ。一人はそもそも三好姓じゃないんだ。あとの二人は長か政の字が入るよ。三好でなくとも三好三人衆、それがこの岩成友道である。で壊そう。やるわ。我こそ三好三人衆が一人、三好正康よ。正解。さすがの僕でも間違いそうになるよ。これで全問終了だね。お疲れ様。さて、気になる成績は。すごい、全問正解だ。その知力は誰にも負けないね。大層物知りだそうだな。その知識が本物かわしが確かめてやる。半兵衛の出題に全て正解したって？その知力オイラにも見せてくれよ。そなたの深淵なる知識、私も拝見したいものですが。お前賢いらしいな。だが腕っぽしはどうなんだ？なんだか人が集まってきちゃった。すっかり人気者だね。全て壊そう。これからもみんなと一緒に知識を磨いていってね。落ち着いたところでさらに問題を出すよ。これに正解できたら僕と知恵比べしよう。さあ出題するよ。問題はこちら。何度間違えても大丈夫だよ。解くまでにどれくらいかかるかな。何人も止められぬと知る。一人で何ができるというのだ。次の問題はこれだよ。敵に情けはかけぬ。また一歩勝利に近づきましたね。に突出しよって覚悟せよ。え、もう解けたの？まだ準備が。城門を開くけど急がなくていいからね。開門。
勝利条件変更。戦いで大事なのは数の力だよ。さあ、これを覆せるかな。任せておけ。無双の刃任せろ。全ては破壊のために。甘い。全て壊そう。悔しいけど僕の負けだ。君こそが戦国一の智者だよ。先輩に勝てた。俺が戦国一の智者だ。